どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京グールリ、インボーク、駆逐、有馬気象を駆逐せよの A に、こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。相手が闇属性の有馬なので、光属性のこの有馬はね、刺さりますね。で、今回はこのフェスゲンの上白リゼ、怪しげな笑みですね。こいつを、熟練で 100% にしたんで、こいつで攻めていこうかなと思います。で、こいつは固有アビリティに人間キラートリプル S マイナスですね。1.8 倍、人間に対するダメージが 1.8 倍になって、なおかつ闇属性キラー S プラス、かつ、闇属性耐性 S マイナスを持っているので、まあ今回の有馬にはぶっ刺さっているんですが、本当なら光属性の鳴亀有馬をね、連れてきたかったんですよ。ただ、熟練度 100% になってないんで、今回は、連れてくることは、できませんでしたね。まあ、しかもあいつ特攻今かかってるしね、めちゃくちゃいい火力が出るとは思うんですけど、そうで、まあ古田入れてきてるんだけど、古田じゃなくて普通に売り絵でよかったんだよねただ古田使いたかったっていう。さあ、じゃあとりあえずここは有馬さんにとりあえず取ってもらおうか。待て、リゼって武器あれあったっけ。武器耐久値削りないね。ないよね。だからバンバン打っても大丈夫だね。待って、こいつら全員覚醒したら武器耐久値削り持ってるやついない件についてこれはまずい。だから有馬ぐらいは残しとかないとダメなのか。なるほどね、まあ、有馬さんにはもう火力の源になっていただこう。とりあえずリゼ打つぞ。こっちは全然食い足りねえっつの。打って金木打っちゃったらまずいのかな、これは。まあ一応全員で殴ろう。でとりあえず有馬ね。有馬で、ああそっか、金木の火力をね出すために1個目のスキルを打ちたいところなんだけど、金木の方シフトしなきゃいけなくなっちゃうのかな、これ。もしかしていけるか、一旦ぐらいいけるかなそんな余裕ぶっこいてて大丈夫か。まあ金木の方シフトするか。まあ一旦目だし仕方ないね。攻撃力3倍にして、おお、いい火力出るね、君同属性なのに。とりあえず理性の方に回すようにする、それとも金木に覚醒させる。今思ったけど、理性もあれだね、なんかムカデ並みにうるさいねとりあえずまあ一旦目は金木で壁張るっていう、大事なんでね、それが。まあ5ではたまんねえか、あと1あったらたまったんだけどな。さあ今特攻がかかってノリノリの重蔵くんですが、まあバフも何もかかってない状態だとこんな感じですね。まあそれでも25万ぐらい出たのかね、今4万5万ぐらい出たんで十分なんじゃないかなと。でとりあえず金木くんを出して覚醒させていきましょう。あ、してるわもうしてたわ。行け金木、カニキアニメでカニみてえな動きしてたカニカネキ、いけ。めっちゃ撃てんじゃんこいつ、めっちゃ撃つね。僕だ。で一旦目は終わりと。で次のターン、まあ武器耐久値回復してくるかな、どうだろう。1.3 倍のダメージ、敵前衛か。あ、こいつ待って、覚醒があるんだっけ。そういやこの状態でのあいつのビビってたらダメだな。あいつそういや覚醒があったわ、忘れてた。覚醒してからが本番だろうな。全然食い足りねえっつの。まあ有馬さんは武器耐久値削り大事なんで残しておくとして、リゼにスキルを回していこうか。全然火力見てなかったリゼの、どれぐらい出たんだろう。そんな出てないかもな。もともとの攻撃力はリゼは低かったような気がする、確か。でこれでブレイクバーストかけて、優秀なね、超優秀なブレイクバースト。おら有馬が89万、大方90万か、死者誤入で90万ぐらい出てくから、
かなりいい火力だね。これに鳴神有馬がリゼのポジに熟練の 100% 武器強化マックスいたらって考えるとどれぐらい出るんだろうね。試した方いると思うからちょっと教えてほしいんだが、食い足りねえっつーな。あーリゼで76出たか、今78出た、76だよね。あのめちゃくちゃいい火力出てんじゃん、十分でござるよ。僕だ。まあ今回ちょっとネタで連れてきた古田なんだけど、一応ねどれだけ出るか見ておくか。どうも、戦いますね、親指アタック。まあバフかかってない状態とはいえ24万ぐらい出るんだ。鈴谷と同じから出てんだね、十分でござるよ。後ろから見るとこんな感じだね、どん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 。まあとりあえずこんな感じで、ゴールデンウィークリゼってあれ属性なんだっけな、持ってねえからわかんねえんだよな。闇とかかな、でも結構初期の方に出てきたからもうなんかイメージ通りの闇で出してきたのかな。じゃあリゼ打ってまたリゼに回して、てかあいつ覚醒しねえな、いつ覚醒するんだあいつ、あいついつ覚醒しやがる。それが僕だ。今回もリゼに回すように削っていって、でまたアリマでブレイクと。まあそんな、あーでもそうか、ナルカミとイグザを両方持ちで戦ったことそんな時間なくねえと思う。そんな戦ってる時間長くなかったと思ったけど、あれかヨモさんと戦ってる時両手持ちだったんだっけ。そういえば金木打って、いやー一個前のスキル使いてえな、この覚醒前のスキル。まあ、金木って1回打つともう後ろ下げてもいいような気がする。だから金木の後ろにリゼ置いててもよかったような気がするね。ほんでここに鳴る神有馬というのを置いておくのが正解なのかもしれない。もしかするとね、それは使ってみないと分かんねえな。ちょっとあやべ、リゼ打ってリゼの 3D モデルももっとこのなんかこの悪そうな顔にしてほしいんだけど。とりあえずこのターン終わっておくか。あいつ何してくる、まだ覚醒しないのか、もう折り返し地点だぞ。あ来たわ、 1.2 倍。お待て、あタイプチェンジ出てたわ、初めてだね多分、初めてじゃない、他の覚醒キャラ出たっけ。え何出血やめろおめえ、お前攻撃力落ちたからって俺に出血を負わせてくるな。出血は別に防御力関係ないよね。しかも武器耐久値を回復しないっていういやらしい、僕だ。武器耐久値回復してこないっていう火力ストッパー、最近のボスにありがちな戦法、火力ストッパー。こうなってくると覚醒してもいいような気がするけどな、あります。僕だ。やるな。ここで撃つべきなのか、火力上がってねえし、まあ言っとくか。全然食い足りねえっつな。まあこんな感じで武器耐久値回復きたね。敵単体10倍、おおさすがに食らうこの一発であれだな、金木張ってなかったら落とされるんだって。金木のかぐねってほんとなんかミミズみてえな模様してんな、あの横にこう線が入ったのミミズっぽい。とりあえずリゼにまた試させて、シフトが3も残ってんのか、どっかで調整すればよかったな。金木打って僕だ、
有馬を覚醒させて武器耐久値が2削れる状態にしたとしてもどうなんだろうな。とりあえずここは有馬で、やべ有馬たまんなかったんだけど、マジこれ待ってまずいんだけど、どうしよう俺の中では有馬たまる予定だったんだけど、これまずいなこれおまずくねえかこれ。有馬を、ここ有馬を、うわマジかよ、やらかしたわ。しかもオールかオール使っちゃうとオールがブレイクしちゃうんだよな。それじゃダメなんだよな、ごめんなオール。いやーしくったね。あでも有馬がアタックポイント20あるんだったら覚醒してあれ殴ってスキル使えばジャストで武器耐久値削れたのか。なんだブレイクバースも発動するし、今ならまだ味方のバフもこいつスキル1段階目のも残ってたな。よく見ておくべきだったね今のは。これ最後誰に回すかだけど、オールでいいかな僕だ。まあフルダでいっか、光属性だしな。もっともっともっと、もっと食い足りねえつーの。んでから最後は古田に決めてもらおうか、もう仕方なくね。ドンドンドン。外れ。立場上戦いますね。まあこんな感じで、まあ2億は一応ダメージは乗ったね。途中ちょっとミスがあったけど、やっぱあれだね、コンボちゃんと数えるべきだね。たまるわと思って適当にタップしてたらこういうミスが起きると。どうしようもない。あやっぱ覚醒解けた時左上の有馬のアイコン光った、今なんか見えたんだけど。はい、ということで、トータルダメージ、あそうかあれか、これは出入りか。ダメージ的には、まあ、有馬が一番出してるのかな。そうだね、待って金木よりリゼの方が出してねえじゃん、まあ、特攻乗ってるからまあそりゃそうか。後半なんか火力出てねえと思ったら、もしかして属性変わってたなんか最終ターンちょっとリゼの火力見てたんだけど、20万ぐらいしか出てなかったってことは、闇属性キラーも自分が有利な属性のも全部解除されて、もしかして金木の方が出てるってことは、もしかしてあいつ光属性になってた、後半折り返し点の3ターン目ぐらいから。可能性あるな、後で確認しようか。はい、ということでお疲れ様でした。今回はね、このリゼを使って、まあ、挑んだんですけど、まあ多分変わったんじゃないかなと思います。はい、途中から属性がね。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。